皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志ね、 DS3 の58回目やっていきましょう。で、目標で誰か探してちょんということでしたんで、ここがね、どうもいるっぽい誰がいるかはわかんないけどね。これね、バリオさんだったら、はい、バジュンさんね。東洋まではいけない。これ見つけるだけでよかったんだっけ。そうですね、もういいみたいなんですよね。で、バジュンさんのパラは、よいしょ、まあ波なんでちょっと後にしましょうか。まずちょっと軍事が先決ですね。中将さんそんないらんので、利権さんを目いっぱい持たせた後は、訓練は、ここだね。長保さん。もう一回防衛して3月ぐらい。あとは巡察、このね、他は担当側が忘れてなかったかなっていうところですね。例えば、内政になってる。この辺はやってるな。あれ、孫権さんどこへ逃げたんだ。なかなか来ないですね。そしたらまだ9万いるんだね。近江は、まだ、翔さんぐらい上げときましょうか。違う、今やると足りなくなるから。あと巡察ですね。艦中が戻ってよかったね。だいぶ84、仮面が今できないからね。生徒か、もう一回防兵かけます。超えるぐらいまでね、いっときゃいいと思うんで。
あ、ごめんなさいね。で、ね、もう一箇所あったね。ここか。ああ、大子さんね。あ、大子さんパレ良かったんじゃないかな。さあ、これを、このメンバーで。効果かな。はい。98スタートでしたね、今見てたらね。高校さんね。ね、政治67、もう、うってつけのない生還ですよね。あ、義勇軍ね、はいはい。大変なんですけどね。まあ初期ではね、すっごいありがたいですよね。指兵増えるんで。ああ、ボイさんか。む、何者だとね。記念の身の話を見ていたらついなと。おお、一つ手合わせね。お、おお、負けるんだ。これ誰だろう。そういや前もね、なんか負けましたよね。どうしようかな、訓練ね。もう行っちゃってもいいんですけどね。応援がね、ちょっと早いんでね、2つか。早く来られる前に、ちゃっちゃと片付けちゃうのがいいかもしれないですけどね。久々に登場してもらいましょうか。30日フルで戦えるメンバーがいいですね。こっちやな。ちょっと弓矢でバンバン。ああ、これは、うん、これですね。あ、いい場所だ。うん、これはそうですね。
ちょっと速攻性が大事になるんですけどね。そうですね、加古園さんね、加古園さんをまず倒しとかないと後々非常に厄介になるんで、もう応援が来る前にね、削っちゃいましょうという感じですね。はい、おお、取り組んだ。いや、正面はちょっと、ああ、上向いちゃった、また。ああ、陣覚えないと思います。よいしょ、これで、うん。お、減った。よしよし、こんな感じで。おお、クリティカルか。ああ、強いと思った。千代さんか。お、あー、よかった、応召はないね。
さあ、これをね、ちょっと一斉で、よいしょ。おー、よいしょ、オッケー。覚えんかったか。山形のね、ああそうだね。応援来ちゃうかな。あー、間に合わなかったか。からね、じわーっていくしかないんかな。完全に守り固めてほしいんやね。
うん、鹿さんはそうだね、上で。で、チョコさんの怪我人いないから、そのまま連れていきましょうか。はい、こんな感じでどうでしたろか。はい、ではね、今回はここでごめんなさい、終わらせてもらいますね。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。